私がインターネットで見つけた、方のですね楽譜を購入しまして、一つはですね永遠の生命、これ思う人と書いて思い出と読むそうなんですけれども、これは宇宙戦艦ヤマトの、さらば宇宙戦艦ヤマトですね、その、音楽になります。でコスモピアニストさんという方が編曲したものですね。はい、これに私はちょっとほんのちょっと補足をしたんですけれども、ほぼこの方のアレンジになっております。300円で売っております。よろしくお願いします。そして大いなる愛なんですけれども、これも私ですね、インターネット、楽譜がなかったものですからインターネットで探しまして、このなんていうかカオレアン・ヴァルスと読むんでしょうかね、この方の、弾いた演奏ですね、演奏の動画がありまして、それでそれが鍵盤上からこうやって映しましてたんですよね。それでですね耳コピーをしまして、そしてちょっとレコードっていうんですか、今では CD でしょうかね、それとちょっと違うところは私がその、原音に近いような形で編曲したんですけれども、これは売っておりませんということでよろしくお願いいたします。はい、ウズリ先生はもともと宇宙戦艦ヤマト大好きで、もちろん Facebook でつながった時もそこがこうきっかけでですね、ヤマト好きですよねみたいな話 で、もう社長がね、大いなる愛をライブ中継の時、ライブの時に聞きたいんですよねって一言言ってから、あ、これはもう失礼なんですけど、もう心の友だと思いましてですね、それでちょっとご連絡差し上げましたらすぐ帰ってきまして、ね、そんな感じですよね。今回動画撮影にもご協力いただいて、この遠州のピアノをね、弾いていただき、ね、ましたけども、ね、ありがとうございます。ヤマトは本当にもう名曲揃いなんで。そうですね。はい。はい、またコンサートなんかでも披露いただけたら。まあ、著作権がどうかなと思いますが、はい。まあ、その辺も考えながらね。アンコールで弾いたら受けるかもしれませんね。めっちゃ受けると思います ね。はい。私らの年代はね。はい。ありがとうございます。どうも。